アラン・マリー・ジュペは、フランスの政治家、ジャック・シラク政権で、第15代フランス首相を務めたほか、与党の共和国連合総裁、国民運動連合の初代総裁などを歴任した。フランス保守政界の重鎮として、長年潜在的な大統領候補とみなされ、続けているが、汚職や不運に見舞われ、不鎮を繰り返す中で出馬も果たせずにいる。2006年から、 ボルドー市長を務めているほか、2010年11月14日に発足した第三次、フランソワフィヨン内閣で第20代国防を退役軍人大臣として入閣を果たした。1945年8月15日にランドケンモンドマルさんに誕生する。1964年にフランス高等師範学校を卒業する。アグレガシオンを取得し、百六十八年に パリ政治学院、1972年にフランス国立行政学院をそれぞれ卒業した。官僚としては財務観察員でキャリアをスタートさせた。1970年にジャック・シラクの演説総行起草者となり、ここからシラクとの強い結びつきが生まれた。1988年から1995年までパリ市長であったシラクの下で、 パリ市財政担当助役を務め、その後1995年から2004年までボルドー市長を務めた。1993年3月29日にエドアル・バラデュールを首相とする第二次コアビタシオンが成立するとバラデュール内閣で外務大臣に就任する。1995年フランス大統領選挙で保守陣営は分裂し、シラクとバラデュール首相が対立することとなった。 決戦投票の末にシラクは大統領に当選し、ジュペは首相に就任する。アラン・ジュペ内閣は、シラク指導のもとで、ムルロア干渉における核実験を強行したことが契機となり、さらに付加価値税の税率上昇による増税や公務員給与の凍結、行財政改革、規制緩和を行った結果失業率が上昇し、内閣支持率も低下していった。 特に公務員の年金改革は公務員を中心とした反発を招いて大規模なストライキに発展し3週間に渡り国内の公共交通機関が麻痺し国民生活、経済活動に大きな影響を与えた。1997年に白ク大統領は政治状況の不利を改善するために会員のフランス国民議会を解散するが 総選挙の結果、フランス社会党が第一党となり、左翼陣営が勝利したために、アランジュペ内閣は総辞職し、公認には、フランス社会党第一初期のリオネル・ジョスパンが選出された。2002年に、共和国連合、フランス民主連合、自由民主党など、保守中道諸政党が急合して結成された。 大統領多数連合の初代総裁となるが、2004年7月15日に、不正政自主金疑惑に関与した責任を取り、国民運動連合総裁を辞任した。白ク自身はジュッペを後継者に考えていたとされ、2007年、フランス大統領選挙での有力な候補者と、みなされていた時期もあった。大統領に就任したニコラ・サルコジ政権で、同年5月18日に成立した第一次、 フランスはフィヨン内閣で、環境、開発、エネルギー、運輸省として入閣を果たし、同時に副首相閣としての処遇を与えられた。これにより、政治的復権を遂げたに見えたが、同年6月17日に行われた、下院国民議会の選挙で落選し、辞任を表明した。2006年10月に、ボルドー市長に返り咲き、2008年3月の選挙でも、 1> 第1回投票で過半数を獲得し再選した。2010年4月の地方選挙における与党大敗後に2012年フランス大統領選挙における自身の出馬を示唆するなど政治的な動きを活発化させていた。その後2010年11月14日に発足した第3次フランスはフィヨン内閣でフランス国防省として再入閣を果たし、ここでも 再び副首相格の処遇を与えられた。2011年2月27日にチュニジア旅行の便宜供与とチュニジアを含む対中東外交の不始末から辞任したミシェル・アリ・マリーの公認として外務大臣に就任した。フランスはオランドの社会党政権の支持が低迷する中で2017年フランス大統領選挙に向け世論調査では 野党の国民運動連合の候補としてトップの支持率を獲得するなどその動向に注目が集まり2016年末の党内予備選挙では最有力と目されていたが決選投票でフランスはフィオンに敗北した。ありがとうございます。